私が間違っていたんだわ。過去、レオンの6歳のパーティーが終わって少し経った頃、毒殺されそうになった事件があり。彼女を拘束なさい。新しく入った次女が犯人として捕らえられた。お待ちください。私は犯人特定の手がかりとなったのは。スワレの証言だった。その後次女は自殺し、背後に誰がいたのかは謎のままだった。もしかしたらスワレが関係していたのかも。お母様。あなたがなぜここに。処分を待ちなさいと言ったはずよ。私はただ王子殿下に謝罪と水を。どうぞご容赦ください。では私はこれで。ただ水を持ってきただけと。おかしいわね。ただの水ならなぜ銀が変色するのかしら。何が。誰の指示。背後に誰がいるのかを知って、皇妃様はその事実に耐えられるのですか。それはあなたが判断することじゃないわ。スワレを拘束なさい。連行する。こっちへ来い。マリー。はい。もうスワレはいない。王子のことはあなたに任せるわ。いいわね。私ですか。スワレ様に問題があったのなら早く他の乳母を探すべきでは。あなたがいいの。侍女長の役目は何だと思う。主人が安心して城にいられるように配慮することよ。王子の安らぎが私の安らぎなの。はい、心得ました。私の行動で過去が変わっていく。これから忙しくなるわ。